これから稼げる仕事って何ですか？あ、ちなみにですね、これから稼げる仕事を探すときに、いろんな探し方があるんですが、僕だったら今は、今安定してるとか、今一般的な職業と、一般的じゃない職業の両方を掛け持ちします。なんでかっていうと、皆さんの、から見たときに、子供世代、例えば今の中学生とか小学生ぐらいの世代とかが、大人になってから、つく職業って、今、この世にない職業がほとんどなんですよ。数年前の統計でも、今の若い世代の子たちっていうのは、その子たちがね、小学生とか中学生ぐらいが、就職するという風になった時に、彼らが、は 50% の確率で、今このようにまだ存在していない職業に就くっていう、推計データとか出てるんですよ。つまり何が言いたいかっていうと、これから稼げる職業って、まだ勝ち組が見つかっていなくて、ルールが見つかっていなくて、まあ、いわゆるこう、強者が、まあ、例えば、ね、YouTube で言うんだったら、ヒカキンさんみたいな、ああいう強者がいない、ジャンルってのは、これから稼げる職業なわけですよ。ところが、その職業がもし稼げる職業にならなかったら、まあ、クラブハウスみたいにあんまりなんか当たらなかった、みたいな、そうなっちゃったら、一本に絞ると危ないから、だから自分たちが、ある程度稼げる仕事を、時間をそれなりに抑えめにしてやっていながら、やりながら、新しいですね、職業、来る基礎の職業に、こう、ちょっと手を伸ばしておくっていう、だからこのポートフォリオですよね。半々にするっていうのが僕は大事だと思います。概要欄とコメント欄から Dラボとオーディオブックが無料体験できます。ぜひチェックしてみてください。それでは、バイバーイ。